皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。本日は質問をいただきました。ゴーストノートについてまたその入れ方を教えてほしいですということなんですが、ゴーストノートというのは、その名の通り幽霊のようなちっちゃい音で8ビートなりこうリズムパターンの中で入れていくというね、なんかそういうような技となるんですが、なんかこんな感じですね。こうみたいな感じなんですが、これのコツと入れ方をご紹介させていただければなと思うんですが、まずゴーストノートっていうのは、めっちゃちっちゃい音なんで、タップストロークっていうストロークを、しっかりと練習できていけれるといいのかなと思いますかね。タップストロークっていうのは打面から3センチぐらいのところで構えて、でその場所のまま叩くっていうストロークなんですけど、だいたいなんかこうちっちゃい音を出すときってなんかめっちゃ気使ってしまうじゃないですか。こうそうっていう感じになるので、なんか僕の感覚としてはなんかね、親指と人差し指をちょっとねこうやって後ろに引くような感じで、こうクッて引くような感じでスティックを軽く操ってるような感じでいけるとタップストロークがやりやすい。なんかこのまま後ろにクイッてこう引くような感じの感覚で叩いてますかね。もちろんこればっかりじゃないんですけど、なんかね、中指と親指でそのままこのクッて握るように叩くこともあるし、なんかこう状況によっては変わったりするんですけど、タップストロークの時は結構こう親指をクッて引くような感じで叩くかなとは思いますかね。このままちょっとちっちゃい音をひとまず練習できるといいかなと思いますね。タップストロークの練習。で、だんだんスティックが高くなっちゃうと音が大きくなってくるので、スティックをできるだけね、もう3センチぐらいのところでキープして叩くという。っていう練習がまずできるといいかなと思いますかね。で、ゴーストノートを入れるときに一番やりやすいのが、このズッズッタッツカツカツッタっていうシェイクビートの形かな、この。これを練習してもらって、この形のままこの、バックビートのところかな、この2と4のツッツッタンツカツカツッタのこのバックビート以外のスネアを、タップストローク、ゴーストノートにするという感じですかね。こうでいけるといいですかね。で、今これどっちとも入れてるんですけど、つった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 でどっちとも入れてるんですけど、前半の方だけ入れてちっちゃい音で鳴らす、ずつったつったつったつ、なんかこういう、これの増えてる手をゴーストノートにするみたいな。後半の方、ツッツッタッツッツッタッツッタ、このこの増えてる手をゴーストノートにする。っていう感じで、ゴーストノート練習できるといいかなと思いますかね。ゴーストノート入れるときってね、結構適当に入れちゃうというか曖昧に入れちゃうという場合が多いと思うんで、割とこういう16分音符のリズムの中とか、リズムの中でしっかりとゴーストノートが操れるといいかなと思いますかね。あともう一つ、ちょっとした小技としてはゴーストノートをねダブルで入れるみたいな、例えばご紹介させてもらおうかなと思うんですが、さっきのあのズッツッタッツタツッツッタ、こっちの方を
フルにするみたいな感じなんですけど、これ2種類使いこなせられるようになれたら便利かなと思いますかね。まずは32分音符で叩くみたいな、ズッツッタツッタカツッツッタみたいな、このズッもう一個が6連符ですかね。つっつったつかたつっつったつっつったつかたつっつった。違いとしては32部の方はちょっと間があるんですかね、こう。なんですけど、6連符の方はこう3つ並んでる感じ。32部の方が、6連符の方が、っていう感じなんで、まあ、ゴーストノートそんな感じで使い分けれていけるといいかなと思いますかね。まずはタップストローク、ちっちゃい音を練習してもらって、シェイクビートからゴーストノート練習をする。から、で、慣れたらダブルにしてみるみたいな。6連符バージョンも、感じで練習をしてみてもらうといいかなと思いますかね。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよならー。